して県道28に出ます。南阿蘇村。下りはずっとこの大きな外輪山の中の阿蘇の山々が今見えてます。中岳だとか高岳だとか、あの噴火の方の山は正面に今見えるんだけど、遠いために霞んでるからなお見えなかったと思います。あの映像ではね。紅葉はこんな感じで自然に今年は終わっていくんでしょうね。今赤い、ハゼでない赤い実がありました。赤い実でない、赤い葉。どっかで景色が見えてほしいなって願ってんだけど、阿蘇の外輪山の西、いや東側越えたら大分県っていうところが見えています。この方の町は高森町になります。このススキの色が広く目立つかなって。この辺でも予約するんかどうか知らないけど、別な方の気しますね、野焼きはね。なんかね、見渡す限り原っぱ、そういうところでやるのかなって。ちょうど俵山はこの右上の方が俵山になります。なんか景色いいし、登りやすいし、人気の、山で、今日も駐車場にいっぱい車あって、戻ってきてない人の車ですね。明日も天気いいから。お、自転車で来た人がいる。すごいな。自分も明日目覚めよかったら登るかなとか思ってます。気温は、まあ、下がりそうですけど、いいですね、風景が見えています。およそ300m右方向で俵山峠から下っています。俵山峠の駐車場は俵山への、俵山峠に登山口があって、俵山のね、その少し下に、駐車場があって、峠を見たい人、峠からの風景を見たい人と山へ登る人が、やってきますね。そこに車を置いて、蕎麦道場とかね。あ、釘野っていうのは、釘野って道の駅の名前ついてるんだけど、地名なんですね。釘野温泉とかって今書いてあった。何の釘野だろうなって思ってました。
白く霞んだ風景ですよ。高森が17キロ、阿蘇山上、阿蘇山上ってどういう意味だろう。阿蘇のね、麓にまで車で行けるんですね。バスも観光地になってますから、それのことかな。かなり上、何百メートル先、右方向です。だから中岳かどっかへ、中岳かな、来週の火曜日に長島の社長さんと登ろうねって話してるんですよ。ところが火曜日の天気だけなかなかね、だいぶ前の予報から雨から抜け出れないでいるんですよ。今今日 100% だからな、雨ね。それが登り終わったら自分は長崎の方に行こうと思っています。右方向です。前日、明日はっきり雨だと分かっても、その時も前日行こうと思います。あの、長崎に向かおうと思います、その時はね。それまでこっちの方で少しゴロゴロしてるっていうかね。はい、県道28に出ました。はい、赤牛丼、やっぱりこっちの方なんか赤牛っちゅう肉が。南登山道、西登山道、高森11キロ、16キロ。